でぜひご覧ください。 DLC 3弾トランクス希望の戦士では、悟空が心臓病で死んでしまった世界で生き残った Z 戦士のトランクスが自分たちの世界に平和を取り戻すための戦いを体験できる追加シナリオです。この DLC ではトランクスの激闘だけではなく、人造人間たちの仕業によって荒廃してしまった世界を再現したステージや、原作では描ききれなかった生き残ったキャラクターたちとトランクスの交流も体験することができます。メインストーリーはもちろん、 DLC 内で遊べるサブクエストもたくさん収録しているので要チェックです。もちろんバトルでは大迫力の新必殺技や、本編で登場した時よりもさらに強力になった敵キャラクターたちとの戦い、さらにあの名シーンの再現も楽しむことができますので、ぜひダウンロードして体験してみてください。 DLC 3弾トランクス希望の戦士は6月11日金曜日の配信です。お楽しみに。